皆さんこんにちは、志摩ニュース&リポートです。地域の防災を担う消防団員の競技訓練が行われています。7月10日日曜日、三重県鈴鹿市の消防学校で行われる三重県消防操法大会に向けて、連日連夜厳しい訓練を行っています。この大会は消防団の技術の向上と団結を高めるため2年に1度開催されています。競技ではポンプで水を汲み上げホースをつなぎます。その後10メートル離れた的に放水し、速さと正確さを競います。志摩市に在住する消防団員は655名で、ほとんどが仕事を持ちながらボランティアで地域の防災を担っています。選手たちは大会本番に向けて気合のこもった訓練を行っていました。